急な出張や土日出勤あり、社員年収400万のサービスエンジニア職を続けるメリットはあるでしょうか年齢によりますね。20代で年収400万だったら全然ありだと思います。ただ、あの、40代で年収400万だったらやめた方がいいと思います。 今その体力仕事なので若いうちだったらいいと思いますよ。え4月から高差になるものです。美容関係の専門学校を志望していましたが、知り合いの紹介で栽培大学という大学で IT 関連について学びたいと思っています。将来を見据えると IT 系の方が安定した生活を送れるでしょうかはい。一意見としてひろきさんの意見を聞かせてください。IT 系の方が全然安定しますし、あと大卒の方が安定してるので、 あの、大学行った方がいいですよ。まあ、サイバー大学がいいかどうか僕わかるんないですけど。えー、26歳、嫁が妊娠中のソフトウェアエンジニアで、現在自社開発のウェブ企業に勤めています。えー、アングラーとスプリングを使えるので、この度自分のウェブサイトを作っていました。マダンダ技術や取得した簿記、一級の知識を活用してブログを書いていき、将来的に転職するときにサイトごとポートフォリオとして企業を見せていきたいと思っています。ブログシステムだと大したアピールにはならないですかね。うん、まあ、ブログシステムを作ってる人は世の中いっぱい、 いいいっぱなので、あの、うん、その要はあのブログシステムなんて、別にあのワードプラス入れればできる話で、まあ独自で作ったからすごいんですって言われても、も別になんかソースコードじゃあいちいち見てくださいとかならないので、なのでなんか携帯のスマホのアプリとか作ってる方がよっぽどなんかアピールはしやすいんじゃないかなと思いますけども。 え仕事の効率化なので Python を勉強中です。趣味程度に携帯アプリを作ってみようと思うのですが、Python をじっくり作成するのに Android、iOS、同時開発するのにクロスプラットフォーム、フレームワークを、何をやべばいいですか、えー、フラットあたりを考えています。アプリ開発ずと素人なのでリリースまでの流れを知りたいです。フレームワークって必要ない。えっと、素人であればフレームワークをちゃんと使った方がいいと思います。僕がやるとしたら多分 JavaScript ベースでいける React とかでやるかなと思います。なぜなら潰しが効くから。 多分うまくいかなかったとしても、あの、JavaScript 分かってると、とりあえず、あの、HTML コーダーとしては食っていけると思います。えは、ー、じめまして、工場勤務35歳女です。仕事で使用する機械のプログラミングが面白いと感じ、本格的に勉強するため、今年の4月で退職して、IT 関係の仕事で転職したいと考えています。現職の役職は課長クラスで年収500万程度。この辺で再就職できるのか、本当に今の仕事を辞めていいのか不安があります。ひろくさんの意見聞きたいです。えっと、仕事で使用する機械のプログラミングが、今、工場でやってると思うので、工場で働きながらその勉強してください。 で、ある程度自分でも、あの、マスターしたなっていう状態で、転職活動をして、受かったらやめてください。要はその、やめた後、勉強するのにじゃあ1年かかりましたって言ったらお金なくなるし、勉強した結果、転職先見つからなかったら困るじゃないですか。なので、まずスキルを手に入れるが大事で、スキルを手に入れて、で、スキルが手に入れた後に、さらに転職先を見つけるっていう、その先が見つかった状態で、今の安住の位置を。 捨てればいいんじゃないかなと思いますえっ、ー、と頭悪い子さんです春から法学部に通うのですが将来像とか特に抱いていなかったのでこの前風呂入ってる時に色々調べたんですけど特に光るものや色々なものがありませんでしたおすすめの就職先業界等があれば教えていただきたいですあと大学生活頑張れって言ってほしいです大学生活頑張ってください IT 系行くといいですよあの給料高いんで